はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイティブログです。今日はこちらです。私たちはよく行く豚骨ラーメンのお店、本丸亭。まあドイツから帰ってきてまだラーメン食べてないから、今日は美味しい美味しい豚骨ラーメンを食べたいと思います。行きましょう。めちゃめちゃ豚骨の匂いする。これですよ、このラーメンは。超いい匂いする。じゃあ私はいつも通り博多ラーメンを注文するけど、博多は何にする？俺も博多ラーメンかな、シンプルに。豚骨担々麺とかもあるよ。あと名古屋ならの、あ、台湾ラーメンもある。台湾ラーメンがありますよ。皆さん知ってますか？名古屋の名物台湾ラーメン、激辛台湾ラーメン。そう、肉がめっちゃ乗ってて、あとなんかネギとか。味仙がすごい有名なんだけど、僕ら一回味仙に台湾ラーメン食べに行ったので、知らない方はぜひその動画見てみてください。あれ見てみてください。硬さも選べれます。ちなみに皆さんはどうですか？硬い方がいいですか？柔らかい方がいいですか？バリガレとかめっちゃ硬いからね。俺いつもバリカタか肩で行くけど、今日はバリカタにします。まあ私もバリカタがいい。外国人でバリカタですか？パスタもアイルデンテということがあるでしょ。ああ、固めのが美味しいからね。固めの方が美味しいですよ。ラーメンもそうです。すいません、餃子のセット一つの、博多ラーメン中の、あとは、博多ラーメン単品で、これもバリカタです。バリカタです。はい、ちなみにここの本丸店、愛知県には何店舗かある？なんか博多ラーメンだから博多から来てるかと思った。博多にはない。博多ラーメンはどこにでも、まあ、どこにでもあるだろうね。ただここの博多ラーメンめちゃめちゃ美味しいから、ぜひこのエリアに住んでる方行ってみてください。ちなみにここにね、いろいろある。紅生姜、高菜、すりごま。あとはニンニクとかね。このネギの量半端ないよ。ネギ自分でトッピング。さあ、入れる。いただきます。うわー、楽しみ。見てこれ、めっちゃ濃厚だよ。すごいよね。やっぱ香りも全然違うもんな。あー、絶対に熱いよ。やっぱりドイツのラーメンと違う。そうだ、ドイツでラーメン食べたね。ドイツのラーメンもめちゃめちゃ美味しかったけど、ちょっとなんか日本人はやっぱりなんかもっと濃い味が好き気がする、うん、なんかラーメンですごいなんかその塩が入ってるみたいな感じで、なんかドイツの豚骨でももっとあっさりしてた気がする。そうだね、なんか日本はやっぱラーメンって味が濃くて塩分も高めでアンヘルシー。ドイツで食べたやつちょっと味が薄くてさっぱりしてたもんね。やっぱドイツ流に合わせてたんだろうね、うん、やっぱりめちゃめちゃ濃厚でとろーりしてる、うん、いただきます。タカも食べて、意見教えて。おお。うまっ。やっぱドイツで食べたやつもうまいと思ったけど、こっちは格別だわ。違うね、全然違う。でも本当にびっくりしてたよ、ドイツのラーメン、あんなに美味しいラーメンがあること。うん、そう、ミュンヘンで食べたラーメンで、ね、めちゃめちゃ美味しかった。本当に海外クオリティとは思えないぐらい美味しくて、ちょっとなんか柚子とかも隠し味が入ってて、あと高級でなんかシーフードとかも乗ってあったから、エビ丸々一匹とか乗ってたし。ただ日本の値段の3倍ぐらいだったの、うん。ね、2000円ぐらいだったもんね。最近ドイツのチャンネルを立ち上げて、うん、その中でなんか日本食の話を、まあ、ドイツ人としたらドイツにあるラーメン屋さん増えてきたねっていう話で、うん、でもなかなか日本と同じ味は見つからないよっていう人も多くいました。ドイツで開いてるラーメン屋さんはあえて
ドイツ人に合わせた味付けにしてて、さっぱり、あっさり、ちょっと。多分この濃い塩分高めの味がドイツ人に受けるかっていうと、ちょっと。いや、受ける。受けるかな。私はドイツ人の視聴者に聞いたよ。一番好きな日本食は何？うん、答えは何だと思う？寿司。ラーメンが一番。ラーメンのだ。ラーメンでもさ、いろいろあるじゃん。味噌ラーメンとかさ、豚骨、塩、醤油、何か、そこまで聞きたい。ちなみにレナが一番好きなラーメンは？いや、これだよ。豚骨ラーメン、博多ラーメンが一番好きだよ。で、なんでかというと、タカと一緒に多分初めての旅行で九州に行ったでしょ。もう7年前とかね。そうだよ。九州の博多で、あの夜の屋台で、うん、めちゃめちゃ美味しい博多ラーメンを食べた思い出が。雰囲気も良かったしね。うん、こう6人ぐらいしか座れないところで、すごいぎゅうぎゅう。木の木で組んだ屋台で、すごい外見るともう並んで待ってる。本当だ。まだ今11時半。だからあの早く食べて。もう食べて。かわいそうだよ人が。え？え？もう終わりました。一瞬で流れちゃったんですよ。今すぎて。ちょっと冗談。なあの博多流の、はい、替え玉があるよ。いろんな薬味を使って味の変化を楽しむのが博多流。まずはすりごま。じゃあすりごま行きましょうか。まずはすりごま。レナ辛いのあんま好きじゃないから高菜はやめた方がいいと思うね。うん、入れてみるちょっとだけ。何よ。高菜。あのちょっとでも辛みが出る。じゃあすりごま入れてみますか。これにラーメンに合う？ラーメンに入れてくださいということ？そう。博多流。ラーメンにざっと入れて。よくわかりませんよ。あー、入れすぎた。変なところに開いちゃった。じゃあ普通はさ、すりごま入れてさ、こう入れて混ぜてスープ飲むよ。ここのレンゲにさ、そのまますりごま乗ってて。だからでもなんかいろんなところにすりごまが欲しくないよ。あ、でも今これちょうどいく混ざったんじゃない？どう？ちょっと味変わる？味変わる。まあ、ごまの風味が。どっちが好き？いや、ない方が好き。あ、なし。私、オリジナル味派だよ。これはなし。高菜はちょっと辛さが加わるだけだから。ほんと。そんな風に入れる人いないけどね。ノーノー。何も入れない方が美味しいよ。食べましたね。最後にお腹いっぱいだよ。最後にご飯、この豚骨茶漬け的に食べたり、高菜入れたり。餃子、うん、餃子もドイツで食べたでしょ。うん、同じラーメン屋さんで餃子食べた。美味しかったよ、ここ。普通に美味しかった。意外と身がパンパンで。うん、ここの餃子ちゃんとカリカリと焼いてある。だから私の好みはそれ。あ、パリパリ餃子。うん、パリパリの方が美味しい。確かに皮パリパリ、中ジューシーが美味しい。グッと。これタカにあげないかもしれないよ。5個はちょうどいい。じゃあもう一個注文しよう。おいしい。何も言わずにタカがパクパクと全部の餃子を食べてるよ。5個あったから。あは。5つ目は誰のものかは決まってなかったよ。タカ、俺じゃないの。勝手に決めたの。ご主人様のものじゃないの。いいよ、食べていいよ。いいよ、食べていい。次は聞いてください。コメント欄で俺が怒られるから食べていいよ。どうぞ。いらないよ、聞いてほしいだけだよ。お腹いっぱいですか？もうお腹いっぱい。皆さん、レナがお腹いっぱいなので僕が最後の1個を食べます。あの無理やり食べてるように僕が奪ったわけじゃないです。あーどうでしょうね、皆さん。じゃあ食べてください。
食べれないです、そんなこと言われたら。ということで、最後の締めですか、社長。うん、だからご飯にスープでしょ、こんな感じね。うん、炭水化物、炭水化物。まあね、それは美味しいわね。いや、それは日本のダメなところだよ。本当は私はサラダが欲しいよ、これに。ちなみに明太子をご飯に、明太子も博多だからね、こっちに入れて、ちょっとそう、ちょっとスパイシーで、そのクリーミーさもあって、おいしい。でもな、これなくても、これの方がいいんじゃない。ああ、さっぱりシンプルに。うん、食べましたよ。うまかった、最後まで。やっぱこの豚骨茶漬けめっちゃうまいわ。いや、でもこれどんどんいけちゃう、サラ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 。私だったらもうセットがいらなくて、本当にラーメンを美味しく食べたい。ごちそうさまでした。うまかった。食べました。値段は知りたい？いくら？1580円。これドイツだと1個のラーメンも食べれないよ。ドイツでラーメン食べた時全部で5000円だったからね。それぐらいだった、まあ、だから飲んだし、お酒とかも3分の1で、日本だとめちゃめちゃクオリティの高い美味しいラーメンが食べれますね。他にいろいろ食べたいものがありますよ。そう、どんどん食べてきますよ、日本に帰ってきたので。そうそうそう、めちゃめちゃ美味しい日本食を食べきりたいと思いますよ、いろいろ。でもとりあえずこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。